来期社長を続ける意思はありますか？緊急の時の後任は誰ですか？後継者をどう育ってますか？これを毎年言われるそうです。トーマーキョーの100年企業づくりレポートより、ね、今日から皆さんの会社を100年企業にする。今まで40年50年続いても関係ないんです。トレアさんは500年続いているトレアさんは500年続いていても来年残る保証は何もない、そんな時代になっています。ですからそのためにこれから100年確実に残るための考え方をエッセンスをお届けさせていただいています。オムロンは毎年社長を指名している会社です。会社が成長する仕組みだと思います。オムロンは毎年社長を指名している会社です。毎年11月か12月に社長指名諮問委員会が開催され、3つの質問を受けます。来期社長を続ける意思はありますか？緊急の時の後任は誰ですか？後継者をどう育ってますか？これを毎年言われるそうです。皆さんの会社はいかがでしょうか？まあ、上場会社ですからそういうこともあると思うんですけど、皆さんのような中小企業でもこれを取り入れるべきだというふうに思います。毎年自問自答しています。自分が来年も社長を続ける方が、ね、オムロンにとっていいのかどうかを考え、でないと続ける意思はありますかと聞かれて自信を持ってはいと答えませんから、とてもいい仕組みです。私には後継者の指名権がないことを社員全員が知っているんです。社長といえども後継者の指名権がないんです、この会社はですね。ですから社長にごまをすっても全く効果がない、それを取り入ってもいいことがないと。だから私が求心力を保とうと思えばオムロンの経営理念に忠実な経営をするしかないんです。経営理念の確立と浸透してそれを社員に徹底させる、この考え方しかないんだということを言っています。理念があっても収益を上げるのに苦しむようでは新しいことに挑戦できません。理念ある強い会社にしたいと思ってこの10年間経営してきました。その思いは今も変わりありません。確か40代かな、頭ぐらいにも指名を受けてやってるんです。でその方が10年間この問いを毎年11月ね、多分1月とかぐらいの決算の経営年度なんでしょうね、まあ、そういう意味では経営を質問されている。でその思いは今も変わりありません。まあ創業者はこう言ってます。人を最もよく幸せにする人が最も幸せになる、この考え方が理念等の原点に入っているということです。で毎年の指名諮問委員会の3つの質問が素晴らしい、私はそう思います。特に大会社は必要だと思いますけれども、中小企業でもトップはね、まあ長い間やるのはいいんですけど、各取締役各部門長にも毎年同じ質問をし続けるべきだというふうに思います。同じポジションに10年もいるその部門や取締役は成長してますかね？してないよね。私はそういう意味で安閑とした非常に楽な仕事をしているんじゃないかなというふうに思います。元マクドナルドの羽田社長も言ってます。各取締役各部門長は3年内に自分のポジションの後継者を作って譲って、自分はさらに上のポジションや新しいポジションを目指すべきであると言っているということです。今のポジションに3年以上はいるな、新しいね、要するにポジションの後輩を作って後継者を作って次の新しいポジションを取りに行く、または上のポジションを取りに行くことが会社を成長させることだ。同じポジションに10年も居続ける人はその部門は成長せず、新しい後継者も成長できず、会社全体にとっても成長できません。さらに求心力や新しいことを挑戦するために理念ある強い会社にしたいと思い続けている、やはり経営理念の確立と浸透することが本当に強い経営になると思います。役員部門長の人事評価では3年以内に後継者を作るという項目、行動、ね、人事評価の項目にそれを大きな上と課すことではないかな。ですからある意味では業績3分の1、行動3分の1、この後継者を作るのを3分の1ぐらいのウエイトにしてですね、やっぱり次の部門をやるような舞台にしていかないと会社は停滞していくし成長しないというふうに思っています。
東間の人事コンサル部でまたご相談乗りますのでお待ちします。会社が変革して進化する方法だと思います。10年も同じポジションの取締役部門長はいませんか。革新進化できていませんね。そんなことをやっぱり宣言してスタートをしていかないと会社は変わらないというふうに思います。特にこのコロナの時に、コロナの前にガンガンとやってた役員がそのままでいいんですか。そうじゃないはずです。やっぱりコロナの時代を乗り起こる、ね、リーダーでなければこの会社は乗り切れないというふうに皆さん思います。ですからそんなルールを作って、やっぱりきちっと、ね、それをやった人材にそれなりな評価を与える、そういう仕組みを作ると、皆さん自分で今のポジションを後輩に作れ、任せるような、そういう形になるので、ぜひそんな形を作られたら会社は革新していくかな、発展していくかなというふうに思いますので、よろしくご検討いただきたいと思います。私ども人事論コンサル部はありますので、またそんなご相談も乗らせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。本日は YouTube 見ていただいてありがとうございました。100年続くためには次の代にバトンタッチしていかなきゃいけないんですね。ですからそういう意味では会社の社長さんから後継者の人にぜひ見ていただきたいんです。それから YouTube の、ね、チャンネルの登録もぜひよろしくお願いしたいと思います。またいろんなこれから情報をお伝えしますので、よろしくお願いします。どうもありがとうございました。